がやってきました。降り立つのは地上ではなく水面です。黄色无人机缓缓地降落，并漂浮在水面上。过没多久，无人机下方的装置打开，水中用的无人机脱离母体，开始水中探测，并将画面传回远端。这是世界上第一台水空合体的无人机，未来预计用在掌握渔业养殖场状况，或是检查水库以及海上风力发电等设施。これまで水中の監視や点検は人が船で点検する場所まで近づき、ダイバーが潜ったり水中用ドローンを潜らせたりしていました。しかしこのドローンで全て遠隔操作することができ、使い方によっては5人で8時間かかっている作業が2人で2時間で終わるということです。由于无人机可以进行远端操控，比较难到达的地点也可以轻松抵达，将节省不少人力。开发公司也计划预计2022年开始量产。그래서24년까지실증사업을하고25년에실제로수도권에서실증노선을한개정도지금그출범시킬계획을가지고있습니다。至于南韩于11月在首尔金浦机场公开试飞空中计程车模型机，起降方式如同直升机，还可以无人驾驶，预计2025年引进首尔市区试飞，可让需要一小时的车程大幅缩短为20分钟，减缓首尔的交通阻塞。记者廖婉宇综合报道。